こんにちは。というわけで今日は何をやるかというと、この地面の整地を行いたいと思います。今もうすぐ5月というところなんですけど、今日はものすごく天気がいいです。で、前は気づかなかったんですけど、この天気がいいことによってこういう隙間からの木漏れ日もすごくて、屋根も綺麗な状態で保たれていて、すごくいい感じです。今こうやって屋根があって、その下に平らなスペースがあります。地面の整地でやりたいことは3つあります。1つはこの前側が崩れてしまっているので、ここに杭を打って土を入れて、この平らなメインスペースを前に広げるということが1つで、2つ目は左と右で段差ができるようにここを全部削り取ってしまいたい。で、3つ目はこの道を平らにしたい。使う道具は削り取る道具とこっちのスコップ、この2つを使ってやります。ここまで土を入れたいと思ったので、ここまで土を押さえるものを作りました。ここでこう編み込まれてる感じですね。土も続いていて、はい、端もここまで土を入れるのでこっち側もこうなってます。で、この柱はこの完全にこの土の中に埋まる予定になります。少し離れてみるとこんな感じです。この後ろも緑がたくさんあって、すごく春の暖かさを感じます。ここには赤い花が咲いていたり、なんかすごく山が春になってきました。これだけ暖かくなってきて、周りも緑になってくると動物たちも動き出すんだと思うんですけど、今ここからここまで来る道の途中にこのでっかいうんちがあって、もちろん熊ではないと思うんですけど、何なんだろうなっていううんちがあって、すごく怖かったです。